登場ですからね、はい、自己紹介してもらいましょうかね。はい、ドリーム07の立花かなです、リーダーやってます、よろしくお願いします。はい、うちは岡山出身なんですけど、最近は岡山弁を忘れかけています、よろしくお願いします。なかなかそうないね。ドリーム02のアイリサです。得意なことは事務作業です。事務作業。はい。そしてドリーム08の長谷部優です。最近花言葉にハマってます。一番好きな花言葉は、はい、あの桃なんですけど、うん、あなたに虜。そうなりたいんだね。さあじゃあ後ろの列に行きますか。ドリーム06の西田修香です。09の山本さやかです。みんなさ最初に何級のとか言ってるの、何言ってるの。ドリームナンバーって言ってですね、うん、あの28位に変えたばっかりなんですけど、品質一筋、うん、名手超級の提供でお送りしました。ということで、うん、ナンバーをつけて覚えてもらう。彼女今09って言ったの。はい、はあ、聞いてみなきゃ分かんないもんですね。あ、そう、あ、ごめんなさいね。そしてもう一人いました。ドリーム04のバリバリ大阪人の高本彩です。関西なんだ。04とか09とかあるからかえって覚えにくいかもしれないね。じゃあ藤木さん、03は誰でしょう。東京都じゃないか。台本みたいな。ダンシングヒーローっていう曲は知ってました。これは知らないでしょ。知ってました。知ってた。はい、なんかお母さんがすごいダンス踊ってたって聞いたんですよ、この歌で、曲で。今回は私たちが振りをつけて、あ、これ自分たちですか。はい、つけて踊ったんですよ。あ、そうなんだ。はい、で割といい曲だなと思って。すごい好きです。あ、そう、はい、またぜひ遊びに来てください。はい、ね、はい、さあ氷川君。はい、いよいよ氷川君の時間です。